ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲ門下生のバスさんです。恒例の週末早朝練習、終わりましたので、また、いつも通りでございますが、車窓をお送りしていきたいと思います。今日はですね、先日、先週ですかね、ハゲプロよりですね、私の、まあ、スイングのところで、まあ、良くないところとして、バックスイングですね、バックスイングの時に、まあ、左肘が突っ張りすぎてるよという、まあ、ご指摘をいただきました。ごめんなさい、私もあのハゲプロと一緒でですね、花粉症がひどくてですね、もう中学2年生の頃から発症しましてですね、もうかれこれ長いんですけれども、ちょっとお聞き苦しい部分があるかと思いますが、お許しいただければと思います。で、ご指摘いただきました左肘、あのバックスイングで突っ張ってるよと。で、まあ、突っ張ると、まあ、なんて言いましょうか、こう体がこう入らない、まあ、肩が入らないと言いましょうか、まあ、上半身がかなりこうねじれないってことですかね。左肘曲げてみたらもうちょっと楽に体こう入れられるよと。で、背中がちゃんとこう、飛球線の方にですね向けられるよということで、アドバイスをいただきまして、で、ちょっと先日の土日は、練習行けなかったんですけれども、今日のですねちょっと練習で試してみました。まあ、結論から言うとですね、まあ、これはまあまあいやいやいやっていうふうに言われるかもしれませんが、まあ飛距離がやっぱり5ヤードぐらいは伸びたかなと。まああの、必ずユッペルで計測しながら練習を私はしてるんですけれども、で、あの、ツイッターの方にはいつもあの、練習のデータの方を、あの、載せているんですが、大体、まあアイアン7番で、まあ、130ぐらいかな、9番で、110、まあ、8番で120と、まあ、110、120、130、まあ、ピッチングが100から、まあ、起算して、そこから、まあ、100、110、120、130と、P987 っていうのが、まあ、大体目安にしてる。まあ、ユピテルですね。ユピテルで測る上で、だいたいこう、だいたいそれぐらいの数字の付近をこう、うろうろしてますので、まあまあそんなもんかなっていうことで、今日も練習をしてたんですけれども、まあその、左肘をですね、こう畳んで、で、まあ、まあ、左肘というか、まあこう、左の肩甲骨ですよね。肩から肩甲骨のあたり。まあやっぱりそこが、こう、ぐいっと、こう、体の右側の方に、まあ、乗ると言いましょうか、まあ、こう入るって感じですかね。はい、で、まあ、そこからまあ戻してきて打つということなんですけれども、うん、なんと言いましょうかね、こうで、毎朝あの投稿していただいているシャドースイング、合掌してお辞儀して、腕を下ろすと、まあ、あのあたりのですね動作というものもちょっとこう混ぜてみて、あとはあの、草刈り機スイングと言いましょうかですね、まあ、あの肘がこう体について、まあ、私 お腹出てますので、ハゲプロもアドバイスいただいてましたけども、まあ、あのお腹にこう腕の肘の内側がこうついたような状態で、でこう横に振ると、まあ、バン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 、まあ、ドリフみたいなですね、こう
感じですか、腕ブラブラって、まあ、そこまでこう振り上げなくて、肘から先はまあブラブラさせると、まあ、その辺もちょっとこう合わせて意識をして、まあ、ちょっとやっぱ最初のうちはあのタイミングとですね、やっぱこう振り、なんて言うんだろう、振り上げるこう角度がちょっと違うんですかね。まあ、スイングのこの軌道がやっぱりかなり違うの、ちょっと違和感があったんで、でまあ5分10分ぐらいちょっとこういろいろ試しながら打って、まあ慣れてきてからまあちょっとずつちょっとずつこう、まあ、スイングも大きめにやってるんですけれども、まあそうなってまあ7番あたりでやってると、そうですね、なんで130、いつもだったら130前後っていうところが、まあ135とかですね、140っていう数字も、ジュピテルで出てくるようになりまして、まあ天気が良くなったので体あの動いてるってだけかなっていう部分も、まあ、正直 あるかと思います。あの、ね、先々週ぐらいの本当寒い時期でやってですね、140出てるってなればまあまあ比較しやすいです。ちょっと今日天候ね、この何日間だって急に天気が良くなったので、まあそれで体が動いてるっていう部分もまあまあ あるかと思うんですが、ただ不思議なものとし、不思議 な感覚としては、不思議な感覚、不思議に思ったのが、飛距離は出てるんですけど無理してる感じしないんですよね。うん。で私がその最初にレッスン受けた時かな、いや福岡の時の先生だったかな、2人目の先生だったかな、そのバックスイングの時の取り方として、まあ結局今の癖になっちゃってるんですけれども、右手を、まあ気をつけるような状態からそのまま、まあ、90度ぐらいまでの高さまで上げてください。でこう広げて、でそこに左手を、まあ、こう伸ばしてくっつけて、でその時になんつってたかな、腰を抜かないというか、なんかこうすごいこう突っ張る、まあ、捻転差ということなんでしょうね、多分今よく言われる言葉で言うと、まあ、捻転差をすごいこう意識 してトップを作ってくださいと、まあ、つまりその辛い体勢なんですよね。で、まあ、その時も、これはきついっすねって、みたいな感じでその当時は言って、まあまあレッスンの時はそういう指導を受けてやってて、なのでまあなんとなくそのトップっていうものはきつい体勢であるべきなんだみたいなですね、まあそんな指導を私は受けてました。うん。で、まあまあ、もうレッスン受けなくなってからもうかなり時間が経ってますので、だんだんもう崩れているんですけど、でも、やっぱりね、一応、なんて言いましょうか、お金をね、払って、まあ受けて、で、向こうは逆に言うとお金をもらっているっていう、まあ、ね、関係性の、まあ方がね、言ってるアドバイス。なので、であったので、まあ何かあった時はその感覚にこう立ち戻ろうかなみたいなことはしてたんですね。だからまあこう、まあ、こうハンドプロにですねこう言われるまでは特にその左が突っ張るっていうのは別になんかその悪いというか、まあまあその時のそのコーチにねそういうふうに言われてたのでやってたっていう、だけなんですが、まあ思考停止してたのかもしれないんですけどね、違和感なく思考停止してたのかもしれないんですけれども、まあそれでやってたので、まあそれでまあまあその中でじゃあどういう風に球をねコントロールするというかこう落ち着かせるかっていうところでまあいろいろ試行錯誤してたんですけども、まあ上げるプロからいやいやそもそも違うよっていうね意味で肘もっと畳んで、くるって回せればいいでしょうっていうことでアドバイスいただいて、で今日やっぱりその話戻りますけどやってみて、まあ突っ張らないというか
まあ、粘点差はだからできてるのかちょっと分かんないんですけども、まあ、その、まあ、楽に、まあ、体はこう入れることができるんですよね、トップに対して。で、まあ、そこからこう戻してくるっていうことで、飛距離が出てる割にはそんなに体になんかこう負荷がかからなかったかなっていう、印象でした。はい。まあ、ちょっとどう準備運動ですね、の動画、そのシャドースイング、まあ、シャドースイングがそのままトルネードスティックを持ってって準備の動画と、あとその一番最初9番で、まあ、まあその肘を畳んでトップを作るというのでやってみた動画、でその後7番でやってみたっていう動画で、まあ、一応ドライバーも打ちました、ドライバーもやりましたので、まあ、ドライバーを使ってみたっていう動画、まあ、4つですかね、今日14つぐらいちょっと短い動画を撮りましたので、まあ、ちょっとまたそれも、徐々にアップをしていこうかなと思いますので、またもし、コメントいただけるようでしたら、スイングについて意見交換できたら嬉しいなというふうに思います。はい。では、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バッサンでした。